今日はプログラミングが挫折しにくくなる方法を2つ紹介したいと思います。プログラミングって結構難しい、挫折しやすいと言われていて、実際にその通りだと思うんですけど、自分はなんでこんなに挫折しやすいのかっていう原因とか、その対策について考えることがあります。で、今回自分の中で結論が出たので、それを皆さんにお伝えして、少しでも皆さんのプログラミングの挫折率を下げられたらなと思ってます。で、この対策の部分を紹介する前に、まずは原因を説明させてください。やっぱり原因を知ることによって、後々紹介する対策の部分も効果的に、意識的に実践できるというところはあるかと思うので、まずは原因からということですね。で、プログラミングを挫折してしまう原因なんですけど、簡単に言うと、エンジニアになりたいなっていう憧れの気持ちよりも、エンジニアならなくてもいいかなとか、なれないなっていう、諦めの気持ちの方が勝ってしまった時に、挫折っていうのは発生するものだと思ってます。逆にこの諦めが、ちっちゃいか、またはこのモチベーションですね、エンジニアになりたいという憧れの部分が大きいと、挫折せず、高くですね、モチベーションを保って勉強し続けられるものかなと考えています。ここら辺はね、当然かと思うんですけど、ちょっとね、もうちょっと深掘りしてお伝えしたいなと思ってて、この諦めの部分を下げるっていうのはなかなか難しいので、こっちはね、あんまり考えない方がいいと思ってます。やっぱりこの諦めの部分を作っている主原因というのは、プログラミングの難しさなんですね。で、プログラミングってやっぱり難しいので、そこをねコントロールするっていうのはなかなかできないことなんですよ。で、他にもね、当然諦めてしまう主原因っていうのはあるかなと思ってて、例えば、他の道を目指すとか、弁護士になりたい、税理士になりたい、公務員になりたいとか、他の道を目指すっていうことで、ちょっとプログラミングやめようかなっていうのはあるかと思うんですけど、やっぱり大部分はプログラミングの難しさによるものだと思ってるんですね。で、このプログラミングの難しさっていうのは、学習方法をちょっと変えたり、自分に合った学習方法を探すことによって減らすことはできると思います。自分は最低でも500時間ぐらいしないとエンジニアになれないというふうに考えているんですけど、学習方法をどんなに効率よくしたとしても450とかが関の山かなと思ってます。なので、プログラミングの難しさ自体をどうにかするというのはなかなか難しいので、ここはもう諦めると、もうここは手を出さずにモチベーションの方を高めるっていう方が私は重要だと思ってます。で、今回紹介する方法っていうのも、エンジニアになりたいという気持ちを高める方法と、高めた気持ちを下げない方法、こちらを紹介したいというところです。で、このエンジニアになりたいという憧れの気持ちを高める方法なんですけど、一番いいのが自分の行きたい企業をリストアップすることだと思ってます。で、エンジニアになりたいっていう相談とかもよく聞くんですけど、その時にどういう企業に行きたいですかって言ったら、大体の人が答えられないという感じです。ほとんどの人はプログラミングを勉強してからある程度できるようになって、就職活動、転職活動をすると思うんですけど、その時に初めて会社とかを知るというところが大きくて、それはあんまりお勧めしないと。これを順番を逆にした方が、勉強とね、就職活動、転職活動時の会社探しっていうのを逆にした方が、この勉強の方も効率よく、モチベーション高く続けられると思ってます。IT 業界って結構自分たちの企業の PR とかをすることが多くて、例えば社長とか広報の方が Twitter とかでいろいろつぶやいたりだとか、ノートで記事を書いたりだとか、YouTube とかインスタとかで発信したりとか、あとはスライドとかもありますよね。スライドシェアとかでスライドとして公開するっていうのも結構あったりするんですけど、そういうところから結構この会社の働き方っていうのは知ることができたりするんですね。で、こういった企業とかを知って、福利厚生こんなのあるんだ、こういう人が働いてるんだというのを知ることによって、プログラミングのモチベーションというのを高く保ち続けられるというのが結構あったりします。で、実際エンジニアになりたい人って、ほとんどの人がこの働き方に憧れてる人が多いかなと思ってて、例えばリモートワークしやすいとか、副業で稼ぎやすいとか、フリーランスになりやすいとか、外資系に行きやすい、外国に行きやすい、他にも起業しやすいとか、理不尽が少ないとか、いろいろあるかと思うんですけれども、こういったところに憧れるのは、ちょっとね、この企業に入った後の、働き方の話かなと思ってて、まず企業を知らないと、実際にその働き方ってどんな感じなんだろうっていうのもイメージも難しいと思います。で、こういうふわっとしたイメージだと、やっぱりモチベーションを高く保ち続けるってなかなか難しくて、実際に企業を知って具体的なイメージまでつかもうっていうのが、私のおすすめするこのモチベーションを上げるという方法です。というので、一つ目がそれですね。で、次がモチベーションをもう下げない方法なんですけれども、こっちはね結構ありきたりではあるんですが、毎日少なくとも5分でもいいから学習を続けることだと思ってます。1
回でもその1日でもその学習をしない日っていうのを作っちゃうと、まあ、明日も行くかとかなって、まあ、2日3日と続いていって、まあ、挫折につながると。でモチベーションってやっぱりやらなければやらないほどどんどん下がってくるものなので、それをなるべく途切らさないっていうのはやっぱり大事なんじゃないかなと。で皆さんも多分経験があるかなと思うんですけど、まあ、連載中のドラマとかアニメとか漫画とかでもいいですけど、こういうのって見てたら気になるんですけど、1週間とか2週間とか空いちゃうと、まあもういいかなっていう気分になったことって皆さんありませんか？自分とかもね結構あって、大学の時とかワンピースとかをずっと毎週読んでたんですけど、まあ、ふとちょっと忙しくなって、まあ、読まない週が、まあ、1ヶ月ぐらいかな続いて、もういっかなみたいな感じでもうバッサリもう読まなくなるっていうのがありました。で他にもねこういう経験ってたくさんあるかと思うんですけど、やっぱり続けていたらずっと続きが気になるみたいな、やりたくなるみたいなことがあって、まあ、プログラミングもそういうのがあるかなと思うので、まあ、ぜひですね皆さん1日でも欠かさずに、もう5分でもいいので、例えば自分の昨日書いたコードを一瞬読むとか、そういうレベルでもいいので、まずはパソコンを開くっていうのが結構重要じゃないかなと思ってます。でこういう習慣を作るのが苦手な方はトリガーを使うといいかなと思ってて、これはですね自分が友達から最近聞いたやつで、おいいなと思ったのでちょっと紹介させていただきます。トリガーっていうのはやるタイミングを決めるということですね。例えばお風呂入ったら必ず PC を開けるとか、寝る前に必ず PC を開ける、歯磨きの前に開けるとか、まあ、そういうなんか何でもいいんですけど、何々をしたら必ずこれをするっていうのを意識づけることによって、まあ、習慣化をね助けてくれるとかあるかと思うので、まあ、そこら辺皆さんも実践してみたら意外と続くんじゃないかなと思ってます。やっぱ、まあ、プログラミングじゃない他の分野とかでもそうですけど、続けた人が勝てるっていうのはもうほとんどのところで言われてますよね。まあ、大体の人、まあ、90% ぐらいの人は続けることができずにもうそのまま終わっちゃうというところがあったりするかと思うので、まあ、プログラミングもね例に漏れずそういうところはあるかと思うので、何かしらをトリガーにするとかで、まあ、習慣化するっていう、毎日必ずやるっていうのを意識続けると、このエンジニアになりたいという憧れの気持ちをなるべく下げずに済むかなと思います。ということで今回ですね2つ対策を紹介させていただきました。1つ目がエンジニアになりたいという憧れをバーンと上げるために、自分の行きたい企業をリストアップするというところです。だいたい10社とかねリストアップするといいかと思います。で2つ目がこの上がったモチベーションを下げないために、少しでもいいから毎日続けるというところです。一つ伝え忘れていることがあって、この企業をリストアップするっていうのは他にもいい点があるよというところです。まあ、エンジニアになりたい方って、まあ、どのエンジニアになりたいとか、まあ、どういうスキルを学んでいいかわからないという方も結構いるかと思うんですけど、それもですね解決します。自分のこの行きたい企業っていうのは、まあ、大体ね企業のホームページに採用情報ってあって、まあ、エンジニアがねいろいろあって、例えばフロントエンドエンジニアになりたいとしたら、まあ、フロントエンドエンジニアの募集要項とかを読んで、まあ、そこに書いてあるものを学べばいいということです。例えば、React、Next.js を使ってますとか、TypeScript を使ってますとか、まあ、何々使ってますって、まあ、大体書かれてたりするので、まあ、それをですね、行きたい企業とかをこんな感じでリストアップしたら、まあ、大体どういうスキルが求められているのかっていうのがイメージできるかなと思います。なので、まあ、そういう何を学んでいいのかわからないっていう方も、この行きたい企業をリストアップすることで、まあ、解決できるかなと思うので、まあ、ぜひやってみてください。でちょっと補足としては、よくねこの行きたい企業とかの、まあ必須要件みたいなところに、例えば JavaScript を5年とか、まあそういう感じでね未経験からの転職無理じゃねっていうのは書いてたりするんですけれども、これは必ずしもそういう条件を満たす必要はないこともあって、これがですねなかなか難しいんですけど、必須要件って書いてるのに必須じゃないことっていうのが結構あったりします。でこれは自分がですねオンラインサロンをやってて、まあ、その中でエンジニアの採用担当になったことがある人を登壇者としてお招きしてパネルディスカッションをしたことがあります。でその時に聞いた内容としては、こういうの必須要件ってあるけど、まあ、条件次第では全然 OK と、まあ、例えばポートフォリオのレベルが高いだとか、まあ、面接してみてめちゃくちゃ好印象で、まあ、ポテンシャルを感じるとか、まあ、そういうので取ることとか普通にあるそうなので、まあ、ここら辺の必須要件っていうのはもちろん満たせてたらいいけど、全然満たせてなくても、まあ、応募してきてほしいというふうに言ってました。もちろんね、ケースバイケースなところもあって、本当に必須というところもあるかとは思うんですけど、まあそうじゃない企業もたくさんあるというところで、まあぜひですね、そこら辺は無視して、とりあえず行きたい企業をリストアップしてみてください。はい、ということで、まあいろいろお伝えしたんですけれども、ここで動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。
私のオンラインサロンでは先ほど言ったようなイベントとかもたくさんやっておりますし、NPM とか Webpack とか React とか Next.js とか、そういったフロントエンドエンジニアになるための講座とかもたくさんアップしております。他にもいろんなコンテンツとか用意しておりますので、ぜひご興味のある方は参加をご検討ください。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。